はいどうもとっても可愛い霊夢ちゃんです。今回は金色の菓子から、作中一の潜在能力を秘めていた、キャンチョメについて見ていきたいと思います。ガッシュの仲間の一体でアヒルのくちばしのような口が特徴の数少ない善の心を持つ魔物の子。本の色は黄色で人間換算年齢6歳好きな食べ物は魚、飴、チョコレート。趣味は歌、ダンス、手でこぐスケボー、感触。変身や小型か大型かなど、主に敵を撹乱させる術を使う。ファウードの正体にいち早く気づくなど、同年代の魔物の子と比べ、頭の回転が速い。服のポケットには常に大好きな菓子を忍ばせていて、菓子の誘惑にはめっぽう弱い。魔界を良い世界にするのが目標。作中では白いロンパースとアヒルの顔を模した靴を着用している。つなぎ服の尻の部分はアヒルの尻と同じ形をしています。アニメ版では魔界をお菓子の国にするという具体的な目標を作り、ファウード編のアニメオリジナル展開において、友情が芽生えたモモンをチョコ大臣にすると約束していました。ちなみに作者曰くくちばしを思わせる興奮を持つが、当初は類人猿をイメージしていたようで、鳥をモチーフしていないようです。それでは作中の活躍について見ていきましょう。キャンチョメの初登場は、ガッシュが魚をキヨマロのために持って帰ってきた際に、キヨマロに化けて登場。なぜかキラキラ輝いていました。異常に長くなった鼻がとても印象的でしたね。ガッシュは何かがおかしいことに気づくもいつものキヨマロだと思い込んでおり、キャンチョメはキヨマロのために取ってきた魚を丸飲みにしようとしてバレかけていました。気づかないガッシュにボロ泣きしていたキヨマロ、水野さんもここで登場しており、結局気づかれぬまま、本物のキヨマロが登場し、キャンチョメを殴り本当の姿が現れました。最初見た時はなんだこやつって思いましたが、水野さんが気絶した際は、床に倒れないように優しくベッドに誘導していました。その後、キャンチョメはガッシュと戦おうとしてフォルゴレを呼ぶも、現れることなくキヨマロに気を使われる羽目に、一向に現れないフォルゴレを信じ、ガッシュたちにフォルゴレの凄さをアピールしていました。その頃フォルゴレは女の子に囲まれてワーキャーされていました。日が暮れる頃チョコレートを食べ始め、キャンチョメはフォルゴレはもう逃げたんじゃないかと言われ一瞬間が空くも泣きながら否定。そしてやっとここでパートナーである、フォルゴレの登場。キヨマロは話を聞かないフォルゴレにザケルを打ち込みましたが、キャンチョメは鉄のフォルゴレを歌い出し、何度も歌っておりましたね。そして弾の出ない大砲に化けガッシュと戦闘になるも何もできずに敗北。キャンチョメは魔界時代に同じ落ちこぼれだったガッシュになら勝てると思って来日しており、常に逃げ続けていた自分とは対照的に強く成長していたガッシュの姿に愕然としていました。これを機に強い魔物になろうと決意。フォルゴレは諦めていましたが、キャンチョメにこぶされ鉄のフォルゴレにて士気が上がりました。この時キヨマロは、もうやめようよと思っていましたね。この流れとても面白かったです。そして諦めない強い思いが真呪文を習得するきっかけとなり、コポルクを覚え反撃に出ます。ですが、小さくなりガッシュとキヨマロに嫌がらせのような攻撃をしていました。その後、布団のようなチョコレートに釣られジケルドにて簡単に捕まり、帰ることとなりました。帰りの道中、落ち込むもフォルゴレに慰められ、すぐに元気を取り戻しておりました。まさかフォルゴレのこの言葉が現実になるとは誰もが思わなかったことでしょう。その後イギリスにてガッシュたちと再会し、乳酸菌入りの飲み物を差し出し、友達なんだから行方不明になったフォルゴレを探してくれと頼み込んでいました。その後フォルゴレを見つけ出すも知らないおじさんについていきサーカス団の一員となります。スペインにたどり着きこの時にルシカと出会うことになり、下手なジャグリングを見せお互いに打ち解け合い仲良くなっていきました。ルシカに両親がいないことを知り、親が唯一残してくれた羊を大切にしていることを知り、その羊がバーゴに全て奪われてしまうことに、ビビりながらバーゴに反撃しようとするも、何もできずに降参し羊を奪われてしまいます。帰り際にルシカにお別れの挨拶をしようと駆け寄り、ルシカが泣いているのを見て、奮起しバーゴを倒しに行くことを決意。この時フォルゴレと再会しバーゴの元に、戦いの初っ端にキャンチョメが弱いことがバレていましたが、サーカスにより身につけた技術でバーゴの攻撃を回避、その後ポルクによりバーゴのパートナーに化け、強烈な一撃を浴びせていました。フォルゴレは撤退を提案するもルシカの登場により、キャンチョメは戦場に残ることを決め、ルシカを守りたいという気持ちから、第三の術であるディカポルクを習得、相手の心の力を無駄に消費させることに成功し、フォルゴレの活躍もあり勝利することができました。ちなみにバーゴは唯一キャンチョメが単独で倒した相手のようです。バーゴ戦では、経験を通して徐々に勇気を身につけ、大事なものを守るときは戦うまでに成長しました。その後のサーカスの演技では見事にルシカの笑顔を取り戻すことができました。
石板編では謎々博士から1000年前の魔物のことを知ることに、キャンチョメの力が必要になることを告げられ1000年前の魔物の戦いに加わることになります。手頃遺跡で合詞たちと再会し、清麿の指示で主にサポートを行う。ここではティオの異名が明かされ、合詞たちに嘘の術を自慢しておりましたが、一瞬でバレてしまいフォルゴレの元に、入り口付近で普通の鳥にビビり心臓が飛び出しそうになるも、自ら勇気を奮い立たせ立ち向かい、清麿の指示通りに動きフォルゴレと協力し見事に敵を誘導させることに成功。さらにフォルゴレとウマゴンと共に協力し1000年前の魔物の本を燃やすことに非常に貢献。V 様との戦いでも残りの心の力が少ない中、術の強みを最大限に活かし、本を奪い取り勝利。しかし、キッドがベルギムイー王との戦いで魔界に帰った際、それは自分が何もできなかったせいだと思い込んでしまい、それが大きなトラウマとして心に残ってしまいます。ファウンド編では、いち早く建造物の正体に気づき、皆を恐怖させていました。ファウンドに潜入しようとした際合詞と共にキースやブザライと戦うことになります。相当な実力の差に圧倒されてベルギム戦の出来事を思い出し、一時撤退を余儀なくさせられるもフォルゴレを守るために決死の思いで戦場に赴き、体が動かなくなるまで無茶をしもうダメかと思われましたが、真呪文であるディマブルクを習得。ディマブルクの分身が一斉に逃げ出すこともありましたが、すべてがキャンチョメの分身であるためコンビネーションは素晴らしく、合詞との連携でブザライを召喚し、キースを撃退。ファウド復活後のメインコントロールルームではロジューやジェブンと対峙し、デオンに最初の標的にされてしまうも、普段見せないキャンチョメの姿がありました。今までファウド編で瀕死にされたキヨマロや召喚された魔物であるゴンレイ、リーア、デッド、バリーのことを思いながら戦いますが、あと一歩というところで力尽き倒れて柱に閉じ込められてしまいます。後で他の仲間と共にチェリッシュに助けられました。クリアノート編で大きな転機が訪れます。アシュロンが魔界に帰り仲間たちを集めて作戦を練っていました。この時ブラゴが痩せているのを見て笑っていたキャンチョメはブラゴに殺されかけていました。そしてクリアの存在により駆けつけたジュフォーが登場し、ジュフォーにティオとチェリーより頭がいいと褒められて生きてましたね。この時の腰の反り具合最高です。ジュフォーの壺子圧によりジュフォーを驚愕させるほどの凄まじい潜在能力を秘めているのがわかりました。その能力は相手の脳に直接影響を与える強力な幻の力を持っていることが明かされました。また、それ以外でも洞察力や発想力に長けており、難解なジュフォーの説明を一度で把握して応用方法を考え出すなど、心に干渉する自身の術と相性抜群の素質を秘めており、ジュフォーから高い評価を受けていました。そしてジュフォーにより合詞との練習試合を行い、合詞にバオーザケルガを出させた上で、無傷での完封勝利。ここでは本当に驚かされました。その圧倒的な強さは後にゴーム戦で明かされることとなります。その後イタリアのミラノに帰り、固まった粘土を一生懸命水につけて戻していました。ミラノでパスプリオと出会い強くなったから守ると宣言し行動を共にします。その夜に粘土でかっこよくて強いライオンを作ろうとしていた模様。フォルゴレにライオンが好きかどうかを聞いていましたが、カバさんが好きだと言われ理由を聞いてもわけがわからないようでした。パピプリオとアイスクリーム店ごっこをしようとしてお使いに行ってもらいましたが、パピプリオはゴームと出会いパピプリオを守ろうとしたルーパーがひどくやられてしまいます。詳しくはパピプリオの動画をご覧ください。そしてここでキャンチョメが助けに入り、そのとんでもない強さが明かされました。ここでのキャンチョメの顔はとてもたくましく勇ましかったですね。この戦いでは、相手の脳に影響を与え、敵の術を止める術や相手の術をコピーしたかのように見せる術。詳しくはキャンチョメの術の動画をご覧ください。その術によりゴームを驚愕させ撤退しようとするも、さらに強力なシンポルクにより逃げ場をなくし、アースが手も足も出なかったゴームを無傷で一方的に叩きのめすまでに強くなっていました。ですが、この強大な力を得たことで、いじめられっ子だった過去やキッドに対してのトラウマや、自分が弱いせいでフォルゴレが傷つくことなど大事なものを失うことへの恐怖心を克服しました。しかし、同時に悪者を徹底的に追い詰めて恐怖と苦痛を与える非情な面を見せるようになってしまいます。幻によって変化した最終形態は、まさに好きだったライオンに似た怪物でした。ゴームや、助けようとしたはずのパツプリオたちさえも恐怖させ逃げ出す姿を見せました。そしてフォルゴレの過去を聞き自分の過ちに気づきました。詳しくはフォルゴレの動画をご覧ください。本当にいい話です。過ちに気づき優しさを取り戻したキャンチョメは、ゴームを魔界に転送させる前にもう一度シンポルクを放ち、とても幻想的な楽園を作り出しました。最後にゴームに魔界に帰ったら友達になろうと誘いましたが、
クリアの不意打ちに気づきフォルゴレたちを守るため、パププリオと共に本を犠牲にして魔界に帰ることとなります。魔界に帰る際は、ガッシュに全てのことを託し王に必ずなることを信じていました。フォルゴレとの別れの際は、これまでのフォルゴレの優しさに感謝し、魔界に帰ってもフォルゴレのように強くかっこよくありたいと公言し、本当に出会えてよかったと心の底からお礼を述べ、別れを惜しみつつも魔界に転送されていきました。何度見ても泣けてきますね。しかしこの時の戦いで後のゴームとミールに大きな影響を与えることになりました。そして、後にガッシュの金色の本を通して出現。シンポルクでクリア完全体に迫ってくるガッシュとキヨマロ、地球の幻を見せて、クリア完全体に攻撃を無駄打ちさせていました。クリア討伐後、魔界で復活した後は家族と暮らしているようで、人間界で友達になったゴームやパププリオと仲良くしているようでした。以上になります。いかがでしたでしょうか。最初はフォルゴレがいないと何もできなくて、殺虫最弱だったキャントネ。しかしキヨマロの助言によりその力の汎用性に気づき、仲間との連携によりその力を開花させていきました。そして最強の術シンポルクを覚え助けがなくてもとんでもなく強くなり圧倒的な存在感を放っていました。そして本来のシンポルクはキャンチョメの優しさから生まれた術のような気もしていて、最後のゴームに使われたシンポルクが本来の使い方のような気もしました。本が燃えた際には過去のキャンチョメだったらすぐ嘆いていたと思うのですが、ガッシュがいるから大丈夫だと信じ、落ち着いた様子で描かれた後、涙で崩れる姿はこちらの類線崩壊させますよね。あの書き方はずるいです。それこそずるいよって思わず言ってしまいました。今までガッシュのキャラを多く投稿してきましたが、キャンチョメとフォルゴレのペアのリクエストが一番多かったです。この二人は本当に最高です。紹介できて自分も良かったと思えるペアでした。今回はここまでにしましょう。次回の金色のガッシュでは、メルメルメでおなじみのあのお方、ウマゴンの術について見ていきたいと思いますので、次回もお楽しみに。